石麗丸が目指した赤子港とこの事故がきっかけとなり本州四国連絡強化協運動が盛んとなってその結果かけられた赤子海峡大橋石麗丸沈没事故は1945年12月9日に発生した海南事故万端連絡規制石麗丸が台風並みの好程の中定員100名の3倍を超える乗客を乗せたことにより復元力を失って 瀬戸内海東端に位置する明石海峡の松穂の裏沖合1500メートルで転覆沈没し死者、行方不明304名を出す惨事になった。赤霊丸は1945年12月9日、強風の明石海峡へこの岩野港から出港した。1945年12月9日の明石海峡は晴天であったが台風並みの突風が吹き荒れていた。当時は 船舶の運航権限はすべて船長に任されていて、万端連絡機船所属、万端連絡船赤マ丸の船長も当便を決行する予定であった。しかし、淡路島から、対岸の明石市や京阪神方面の闇市に、買い出しに行く人や、生鮮品の行商人が黒山の人だかりで出航を待っており、彼らの一部にせがまれて、岩屋港を出航し対岸の明石港に向かった。 関霊丸は、総トン数34トン、長さ19メートル、幅4メートル、定員100名の木造船であったが、定員の3倍以上の乗組員5名、乗客344名を乗せていた。9時ごろ、松穂先1.5キロメートル沖合で西からの突風に吹かれたため寒風と波を避けようと乗客が、右舷に集まり出した。このため、石麗丸は傾き激しい潮流と波に煽られ、 転覆して沈没した。付近で操業中の漁船軍が救助に向かい、45人を救助したが死者、行方不明304名を出す惨事となった。赤霊丸の船長は救助を拒否し、そのまま船と共に沈み殉職した。遺体が確認されたのは17名、287名は行方不明のままとなった。第二次世界大戦終結の3ヶ月後であり、 戦前の古い船舶に定員以上の乗客を乗せることが当たり前のように行われていた背景がある。この事故が起きた後も1955年にかけて、瀬戸内海各地で旅客船の遭難が相次ぎ、本州四国連絡強化協運動が盛んとなった。明石海峡では以前から家境構想があったものの、神戸市長や淡路島出身の国会議員の働きかけから、 半世紀後に、赤石海峡大橋家橋が成就した。1987年、赤石海峡大橋の工事開始を契機に、海上安全の願いを込めて、淡路市岩屋の鳥の山展望台に、異霊碑が赤霊丸の遭難者異霊碑根流会によって建てられた。碑文には、当時は戦後の混乱期で十分な供養もなされないまま京に、 至ったが、この度、明石海峡の佳橋工事始まるのを契機に、犠牲者の慰霊とともに平和と、海上安全の願いを込めて、この塔を建立したと記されている。赤霊丸入れ日赤霊丸入れ日々文、ABC、淡路島の港の歴史、ありがとうございます。